それから僕たちは肩を組んで何かを起こそうやり返してやんだってなんとなく確かにふざけて真剣よってか見たくないって言ってたって聞きたくないって伝えたって それから僕たちは別々の道未来は平凡平均点平行線走らんと乗ってさ大人の看板を登るそれ抱えたいなくて投げ出して逃げ出してこの腕落ちたんだこぶらせて悪化した表情はもう「そんなこと」